こんにちは、花クラブの宮川です。今回は今が旬のアジサイの花束のご紹介です。2本を合わせてテープ止めする超簡単な花束からユリ入りのちょっとだけ難しいかもの花束まで5つの花束を作ります。今回の学びポイントは大きく4点。1、露地物の曲がったアジサイの扱い方。2、5つの花合わせ。3、ステムカットの注意点。4、飾り方の一例です。では早速見ていきましょう。今回はアジサイと〇〇。アジサイにいろんなお花を足して、あなたはどれが好きって自分の好きを探してもらう企画です。アジサイはいろんな色がありますが、私はブルー系が好きです。特にこういう水色が好きですね。あなたは何色が好きでしょうか。1番目に合わせるのは芍薬です。淡い綺麗なピンクですね。でこれに結構垂れてるタイプのアジサイなんですけど、頭をちょっとこう起こしてあげて、芍薬も綺麗なまん丸じゃないんですよね。少し、平らっぽく見える方にアジサイを足し込みます。で丸っぽく見えるようにくっつけてあげます。こんな感じ。この根元持ってるところを離すとダランとなってしまうので、テープを極力根元のところで巻いていきます。ピタッと、あんまりこうカパッと割れないように、こんな感じです。でアジサイも芍薬も斜めにカットしたら中の綿を削って出しておきます。両方ね。1個目、アジサイと芍薬の花束完成です。次はアジサイとバラのコンビ。でこうこちらに垂れてるので、ポリシャスで起こしておきます。こんな感じ。やはり少し上に近めのところを巻いていきます。今度はバラなので、あんまり上でテープ巻きすぎるとポキッと折れちゃうので、折れない位置で巻いてしまいます。こんな感じ。2個目、アジサイとバラの花束完成です。次はアジサイにトルコキキョウにカーネーション。このアジサイかなり曲がってるので、下からカーネーションを置いてお花を持ち上げます。でトルコキキョウですね。こんな感じ。あ、結構好きかも。今までのよりちょっと小ぶりですけど好きなタイプですね。で今手で持ってるところを留めます。3個目、アジサイ、トルコキキョウ、カーネーションの花束完成です。切り分けたスモークツリーです。これを足元をだいたい揃えて一緒に持ちます。アガパンサスです。ここに添えて乗せます。小ぶりなアガパンサスで、浜なでしこ、足はほぼまっすぐまっすぐです。
で最後にアジサイですね。結構首が曲がっているので間を縫って、まあ、顔が綺麗に出るように配置してあげます。スプレーカーネーションです。ちょっとこの下に感じです。4個目、アジサイスモークツリーアガパンサスハマナデシコスプレーションの5種の花束完成です。アジサイと今度ユリです。トルコキキョウ、ユリに隙間が大きくあるので食い込ませていきますね。これは少し斜めに当てないとお花が潰れてしまうのでスパイラルで当てます。トルコキキョウを外側にちょっと引っ張り出してきます。ユリの下あたりにカーネーションを置きます。こんな感じ。こんな感じ。5個目、アジサイ、ユリ、トルコキキョウ、カーネーションの花束完成です。ガラスの器に入れて並べました。一箇所に花束やアレンジメントを固めて飾る場合、基本的には後方に背の高いもの、手前や間に背の低いものを置きます。そうするとそれぞれのお花が綺麗に見えますね。固めて飾っても2個や3個セット使いでも1個ずつ別々に飾っても OK。 数輪をちょっとずつ束ねるのはそんなに難しくないので、機会があればぜひお試しください。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。